9レーン法政大学川中葵織佐藤流穂中野奈美智熊谷春美中尾ゆずき、渡辺愛、とちおひなた、足立まりん。せーの、サナダ。5レーン、福岡大学、高野奈々美、田代めぐみ、木戸優希、森山静穂。山越莉子、河村優香、津川瑠衣、清水奈々子。3レーン、立命館大学、小島優月、工藤芽衣、吉岡里奈、山本亜美。九州共立大学、森ゆいか、前山夏希、渡辺里夫、柏山日和。1レーン、山梨学院大学、藤崎アリス、大野リリア、阿部リオン、大野水菜。第92回日本インカレ4日間の大会フィナーレを彩る 4×400m リレーマイルリレーです。まずは男子に先駆けて女子マイルリレー決勝が行われます。このレース放送の解説は日本学生陸上競技連合理事北井俊夫さん、そして 400m ハードル U20 日本記録保持者の石塚春子さんです。北井さん、石塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず石塚さん、インカレの最終日、最終種目、選手の気持ちもそうですがスタンドも盛り上がってますね。そうですね、もう踊ってるチームもあれば、はい、本当に歌ってるチームもあったり、ね、様々ですね。もうスタンドで総立ちになって仲間がね、このリレーランナーを応援しています。さてこのレース、立命館大学が連覇を成し遂げて今年の大会には3連覇というようなところを求めて臨むレースということになりますけれども、さあ北井さん、こうした背景を踏まえながらなんですが、はい、今年のレースは一体どこが主役に躍り出そうでしょうか。そうですね、予選でですね、早稲田大学が3分39秒台で唯一40秒を切っております、はい、それと先ほど、200で優勝した森山さんがいる福岡大学、それから園田学院女子大学ですね、まあ、この3校がですね、まあ、他校に比べますと、ややタイム的にもいいかなと思ってます。あと連覇を目指す立命館についてはですね、少しですね、主力の山本さんが、まあ、決勝を棄権するという、まあ、事態になっておりますので、まあ、なんとかですね、無事にゴールをしていただければなと思います。さあそんな中、女子 4×400m リレーの決勝が行われますが、解説の石塚さん、まずこの
最初に走っていくバトンを最初に手にして走り出すランナー、どういった心持ちでまずこの、ね、時間過ごしてるんでしょうかね。そうですね、やっぱあのマイルリレーってすごく階段スタートの幅が大きいので、本当に自分のペースを守れるというか、まあ、そこで自分のペースをしっかり作っていける選手結構一層が向いてるんですけど、やっぱり、ね、2レーンから遅れになるところの、まあ、まずは1人での戦いみたいなところがあるので、すごく緊張する瞬間だと思います。4人のランナーがトラックをそれぞれ1周ずつ 4×400m リレーです。第92回日本インカレ女子 4×400m リレー、いわゆるマイルリレーの女子の決勝です。改めて放送の解説は北井さんと石塚さんです。最高に盛り上がるこのマイルリレー、女子 4×400m リレー決勝出場チームを紹介します。出場チームの紹介です。1レーン山梨学院大学、2レーン九州共立大学、3レーン立命館大学、4レーン瀬田大学、5レーン福岡大学、6レーン佐野学園女子大学、7レーン日本体育大学、8レーン青山学院大学、9レーン法政大学。女子 1600m リレー決勝、選手の気持ちが高ぶり、スタンドの仲間が盛り上がります。さあスタートです。女子 4×400m リレー今スタートが切られました。このレースコンディションをよく迎えている4レーンの早稲田、まず第1走者は山越、第5レーン福岡は高野、第6レーン園田学園女子大学は中尾、第1走者はセパレートレーンで走っていきます。解説は北井さんと石塚さんです。石塚さん、まず第1走者の流れどのようにご覧になっていますか。そうですね、園田学園女子大学と早稲田がいい位置でつけているなというところですね、はい、園田の一走は中尾、そして早稲田の一走は山越です。園田が今非常にいいリズムを刻んでいます。そして青山学院大学、一番大外は法政大学。さあバトンリレー、どこが一番最初に託すか。九州共立大も非常にいいリズムです。さあ園田が黄色と赤のライン、そして黒のウェア、ここから第2コーナーからバックストレートに入ります。そして画面の今一番先頭走っているように映るのが早稲田です。北井さんいかがですか。園田は 800m で優勝しました渡辺さんをですね、起用しておりますので、はい、後半伸びてくると思いますので、ラストですね 100m で逆転するんじゃないかなと思います。はい、早稲田の第2走者は川村、そして黄色の園田、第2走者は渡辺愛、この渡辺愛は 800m でも優勝しています。その渡辺が今バトンを手に、さあ先頭で第3走者にバトンを託します。園田の3走はポチオ、そして早稲田の3走は川村です。石塚さん、今このような隊列でこれ第3走者が走っていきましたがいかがですか。まずはこう4パー のチャンピオンと800のチャンピオンが同時にこう走っているところが見れるっていうのがすごくリレーの面白いところだなというふうに思いました。そうですね、先頭は星ナンバー6番の園田、そして早稲田が追う構図です。しかし北井さん、はい、上位4校はこれ縦に一段ですね。そうですね、立命館もですね、はい、3位につけておりますので、はい、山本さんがですね、はい、ハードルを危険 して、まあ、これにかけてきたという、レースを望んでるんじゃないかなと思いますけど、立命館のアンカーは山本。さあ3連覇に向けて立命どういった走りを見せるか。まずは園田、早稲田、さあまずは園田が先行です。そして早稲田が追う形、
園田のアンカーは足立、早稲田のアンカーは清水。福岡の森山さんがかなり追い上げてまして今、はい、5番手に上がってきましたけども、はい、まあ、このままでいきますと3番手までは優に上がってくるんじゃないかなと思います。そうですね、今3位に来ましたね。福岡大学森山がかわしてきましたね。200、400のダブルタイトルを取っている森山。さあ最後の直線です。園田が先行しています。後ろから早稲田、そして福岡も来る。園田逃げ切るか。いや、すごい勢いで後ろから追い上げてくる。しかし園田がどうやら逃げ切りそうだ。園田今1着フィニッシュで優勝。園田学園女子 4×400m リレー決勝、チームとして初めてこのタイトルを手にしました。大会記録を更新したみたいですね。3分36秒65、大会記録3分37秒30を更新しての見事なチーム初優勝です。さあ改めまして石塚さん、いかがでしたでしょうか。すごいですよね。3分36というと多分平均で54秒ぐらいの力がないと出せない記録なので、はい、本当にハイレベルなあの編成できた結果だなと思いますし、それに他のチームも追随してたってところもまたすごかったですね。そうですね。いや、北井さん、手に汗握る素晴らしいマイルリレーになりましたね。はい、まあ、やはりあの 800m をですね、はい、優勝した渡辺さんをですね2走に起用できたと、はい、で、あの 800m もですね、自分のレースをですねあのきちんとできて、あの余力を持ってですねこのマイルリレーにですね臨んでたんじゃないかなと思います。まあ、あの勝因はおそらく渡辺さんが、2走でですね、先頭に出てそれからまあ逃げ切ったということと思います。で、福岡大学のですね森山さんも、3走までがですね少し離れて差がされてましたので、まあ、それがなければですね、もう少しあの園田とですね、優勝争いを、したんじゃないかなと思います。改めましてリプレイで今北井さん、石塚さんとともにこの激戦を振り返っていますけれども、園田がレースの主役、そのままフィニッシュということになりましたけれども、アンカーの福岡大の森山の追い上げが、いやいやいや、これ石塚さんすごかったですね。はい、もう前半からもうすごい追い上げを見せて最後も本当に強かったですよね。さすがにこのインカレダブルタイトルを取った森山の激走がありまして、結局優勝は園田、2位に福岡大学が上がってきました。3位に早稲田です。優勝の園田は3分36秒71大会記録を作ってのチーム初優勝ということになりました。改めまして石塚さん、優勝したこの園田に一言メッセージ送ってください。もうすごくゴール直後からもう喜びを爆発させている声が、あのこちらにも聞こえてくるぐらいだったので、すごく4人のこのやりきった表情というものが見られて、すごくいいフィナーレを飾れたなというところで本当に心からあの拍手を送りたいなと思ってます。北井さん、優勝したこの園田、あるいは激戦を彩ったチームたちに一言お願いいたします。そうですね、まあ、園田学園優勝メンバーですけども、1走の中尾さんはあの 400m で4位と、で最後 あのアンカーの足立さんもあの 400m2 位ということで、やはりあの個人でもですね、決勝に残っている選手を多く使えたということ、それからあの、森山さん の本当にこう激走があったんですけども、もう少し福岡大課題もですね、3走までに詰めておれば逆転もあったんじゃないかなというふうな感じがします。で、早稲田大学は、まあ、400m のハードルにですね3人残ってましたので、まあ、そのあたりの疲れもあのメンバー的にあったんじゃないかなと思います。園田学園女子大学、中尾、渡辺、栃尾、足立、この4人のメンバーが学校のそしてチームの歴史に新たな1ページを刻んで見事な初優勝です。